ちゃうまい。はい、VBN 通りにやってきました。ここが夜めっちゃ騒がしくなるけど、でも今はまだまだ静かな、ね、うん、まあ、あのクラブとかお酒飲むとこ、あれな、ここ通った、うん、朝も来たそうよね。ちなみに夜はほんと騒がしい。大音量、そうそう、もうすでに 音量聞こえてくるやん、夜車通れんもん。うるさいのはやだ、射撃のやつで耳がおかしくなるもうね、うるさいの勘弁。 あそこだ、豆腐濃厚といい。だから、あっち座ろうか。バングがいい。あ、おいしい。え、メロン、メロン、あ、ロンゴンジョウ。え、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 え。座って、何してんの？じゃあ、もういいんだ。もういいんだ。え、え。あら、来た。豆腐。豆腐、豆腐、乾杯。乾杯。頑張るな。うん。豆腐。うん。え、上かかってるのココナッツミルク？うん。甘い。甘い。甘い。生姜の味してるのはどこだろう？うん。生姜シロップじゃない？うん、生姜シロップだ。おいしい。おいしい。うん。甘い。お豆腐と生姜の香りとココナッツミルク、うん、おいしいです。あ、これ1万丼だからお買い得だよ。1万丼1万丼、うん、1万丼、うん、60円ぐらい。はい、ココナッツミルクと生姜シロップめっちゃ合う。これ好き。これ持って帰りたい。これ冷やしても美味しい。氷とか入れても美味しいと思う。美味しいわ。写真撮るの忘れてた。美味しい。お客さん多いね。一つ持ち帰っていいですか？あ、持って帰る。家に？いいよ。でも家帰るのまだまだよ。そうなんだよ。夜食べたいってこと？うん。食べたい。でも今持って帰ったら荷物になるから大丈夫。食べたかったら明日デリバリーで頼めるか。家まで。ああ。うわ、なんかいいな。美味しいこれ。じゃあ、どうも。じゃあ、チャイムグイティーな。マムギンの方は。Okay. Come on. Mon quoi? Mon quoi? Ah, 美味しかったです。ここの VBN 通りにあるチェー。チェーじゃなくて豆腐か。あったかい豆腐のお店。めっちゃ美味しかった。まあ、あの2時から8時ぐらいまでしか開いてないんで、あの時間見て皆さん来てください。まあ、ちょっと歩こうか。めっちゃ美味しかった。めっちゃ幸せそうな顔してる。めっちゃ好きな味。もう一杯食べたいの分かる。でしょ。いや、ここの飲み屋通りにあんな優しい味があるなんて。おまんかった。ほら、フミン、青菜ビジングいるよ。新外めっちゃ手振られる。嬉しいね、なんか、ね、嬉しい。嬉しいんか。ほら、手振ってくれてるよ。カフェ行ってピザ食べて、でその後パテ食べる。イエー。あの米中警察。すげえ。すごいよ、カッコ。川だよ、バイクの川だよ。携帯取られるよ。まゆみさん大丈夫と思うけど。携帯取られないように気をつけてください。
なんか建物とか可愛くて好き、なんかね、なんか作りが好きね。日本のアパートとは全然違うね。全然違うね。ちょっとカラフルで色が違っていいよね。でここが何銀行か忘れたけど、銀行でいつもベトナム人の若い女の子とかそっちの壁で写真撮ってるんだけど、なんか工事してるから今は写真撮ってないかも。いつもそこ曲がったら女の子なんか何人か写真撮ってる。有名ななんかフォトスポットみたいな。あ、誰もいなかった今日今日誰もいないけど、でもいつもこの辺で写真撮ってる。それフルアパート、これで入り口ここ。まあカフェは上にあるんやけど、ちょっとそっちもなんかお店あるから見てみようか。ここカフェだね。あ、こっから上がれるわ確か。本当はあっちから上がれるんやけど、一応ここにまだ住んでる人もいるみたい。住んでる人もいるし、まあお店とかやってる人もいろいろいる。あれ上がれない、今日あれ前上がれたのに。あ、こっちから行こう、こっちこっち、うん、こっちもカフェとかある。その辺のカフェも結構おしゃれ。覗いていいね。ね、そこはなんか韓国系のカフェで、ここはちょっとバーかな。あれ俺が行きたいカフェどっから行くんやろ。Anh ơi, cho em cái hồi cà phê kia đi như thế nào? Dạ, hoàn thị nhưng mà ở đó đóng rồi. À, đóng rồi. Dạ đúng rồi, cái quán nó đóng. Cái quán nó là ở dưới bên trái. À thế á, bên kia ngồi kiểu trên. Dạ đúng rồi, bên đó không có cho ngồi nữa. À, đóng cửa rồi. À thế à? À, đóng cửa. 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 Đóng cửa.悔しい、予定が崩れた。ショック。ちょっとスーパー入ってみます。海いない。どっか行った？多分2階だった。2階あった。ダンダンリーフってある。あ、おちゃん、あ、スーパー行くよ後で。そうそう、これこれこれくれた、美味しかった。これだよね、値段貼ってないよ。あ、あれ飲んだ、あの、ダオちゃんくれたやつ。うん、あ、美味しかった。めっちゃ美味しかった。あ、よかったね。これみんなにあげたらスタッフも美味しい美味しい美味しい。あ、そう、うん、お客さんも美味しい。こっちかな。じゃあダオちゃんに一言残しとく。うん、ダオちゃんめちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。進化もでも下手したらこれ売ってあるよ日本で。有名すぎるってことなんだ。そうそうそう、有名すぎると。ああ、なるほどね。え、でもベトナムで買うからいいんじゃん。ベトナム、これ探したもんこれ。そう、うん、あ、日本で探した。まあまあ、まあ、そっか。え、これ小袋じゃないんだよね。うん、小袋じゃない。あ、本当？うん。マンダンリースがある。やばい、お大根。じゃあサムギュアコン。じゃあサムギュ。うん。おお、カモン。いや、これリュック入るかな。入るの。うん、俺なんか買っといても別に、まあまあスーパーにも売ってるとは思うけど、どっちでもいいよ今買っても。あ、でかくない？いやでもね、みゆきたくさん飲みたいやろ。いや浴びるほど、溺れるぐらい、溺れるぐらい。いや、そう、溺れるほど飲みたいのは酒やろ。お茶じゃねえよ。面白いいいと思う、スーパーで買おうって、ね、スーパーでいいよ。あー、あそこバインミー有名なお店だから食べようかな。いいと思うよ。ね、1個バインミーにして、あとベトナムピザにした方がね。これなんか、これ赤いやつはね、お供え物とかのそっち用だと思う。うん。じゃあ、じゃあ、バインミーが。もう一回どうや。もう一回どうや。唐辛子なしで、本を出す。俺がいい。ベトナムっぽいやつがいいんじゃない。そうはね、やっぱちょっと金味見してみようかな。じゃあ金買う？うん。いいんですかそれだけ？金3つで。金3つでいいんですか？じゃあなんか一種類以上違うやつかな？違うやつ。ね、バーバーバーも飲んでみる。あ、でもこれ、これの方が高いんやん。これ3ついきます？いや、別のが飲みたい。別のが飲みたい？これ3つじゃん。じゃあそれで3本いいじゃん。そうそう。
俺レッドブルも飲みたいんだよね。ずっと言ってたね。そうな。お、なんかこっちのレッドブルちっちゃいよね。へえ、本当だ。そうな。しかも甘いんだよめっちゃ。へえ、味も違うの。うん、味違う。あ、そうな。ここ。ここ。うん。喂，再海改啊，海改高火麦啊。初めてだよね。初めて。でも最近日本でもライスペーパー流行ってるね。いや、ライスペーパーは流行ってる。ライスペーパー流行ってるけど、ベトナムピザは流行ってないか。あら、あら、なんかもう待ちきれない人がいる。開かないよ。開かないよ。あ、面白いねこれ。くるくる回る。何これ？不良かしかし。入った。はい。はい。もう飲めってことね。スタートダッシュどうぞ。待ちきれない人、スタートダッシュどうぞ。ああ、飲みやすい。飲みやすい？癖がない。苦くない。うん。飲んでみ？うん、飲んで。これ一番高いやつだろ。フルーティーやね。そう、フルーティーな BNB。 全然あれっぽい、うん、水みたいな。美味しい。いや俺お酒弱い人には俺こういうのが一番美味しいです。オリオンビールみたい。すごいあっさりして美味しい。うん。もうハイバーです。もうハイバー、もうハイバー、もうハイバーです。もうハイバー。はい、もう一回。せーの、もうハイバー。よっ。ああ、そっちの高い方が好きかも。そう。うん。こっちの方がもうちょっとビターというか。ビター。うん。じゃあ。こっちの方がややビター。さっきの方がすっきりしてた。もうもぐもぐしてるんですけど一人で。いいね。サイゴンビールにバインミー。もうベトナムエンジョイや。完璧。完璧。こういうの求めてた。こういうの求めてた。みゆきと一緒や。こういうの求めてみゆきと一緒や。そうだね。みゆきと会う。あ、今日も昼から飲もうとしてたもんね。あ、こっちの方がね。ちょっと日本のビールに似てるかも。あ、おいしい。なんでよ、パンがおいしい。中身チェック。よくわからん。よくわからんけど鶏肉とナマスとあとパテが塗ってある。玉ねぎ入ってるね。へえ、生の玉ねぎ入ってるんだ。チキンだからこれあっさりなんかも。おいしいわ。やっぱねバインミーも本当いろいろある。こってり系とか、あるんだ。こってり系とかもあるし、これはすごい。鶏肉あっさり味で美味しい。いいね。ああ、こういう組み合わせもいいわ。完璧よ。勉強になった。いや、ほんまに。完璧。鶏肉と玉ねぎ、ナマス。あ、そっち？ビールとバインミーじゃなくて？あ、ビールとバインミーじゃない。ビールとバインミー、両手に満喫してるね。これがベトナムって感じ。これしに来た。これしに来た。もう本当にみゆきわかる気持ちが。みゆき呼んでるぞ。呼んでる。バイミーとサイゴンビールが呼んでるぞ。呼んでるぞ。まあ、マニョテンゴは。ボンモイグ。4万ドン。あとです。てかめっちゃお客さん多くないここやっぱ。ね。でもまだ具まで達してないやろ、うん、まだライスペーパー買ってただけだから。
ラジオペーパーも飛ばしてて置いてね。ねえ。おいしい。うん。うまいね。うん、うまい。あ、でもちょっと辛いね。うん。でもピザとはやっぱ違うね。ん？ピザじゃない。なんだろう。ピザじゃない。タコスみたい。入ったやろ。揚げネギ、コーン、干しエビ、卵、チーズ。まあでも本当日本の食べ物でいうとお好み焼きが近いかも。なんていうかいろんな味が混ざってるというか。うん、お好み焼きみたいなもんか。いろいろ混ざるから。ね。うん、食感全然違うけど。うん、ね、ほんとこのバインミー美味しい。やっぱあそこ歴史あるだけあってレベル高いわ。江戸辺あるの？うん、あそこ歴史あるお店。うん、なんかすごいちゃんとよく考えてるもん、なんかそのバインミー。うん、ね、うまいわ、これ家に帰って作ろう。レッツチャレンジ。家に帰ってちょっとこの味を再現できるように。飲む。バインミーとベトナムピザどっちが美味しかった？難しいよ。難しいね。難しいね。あっさり味とこってり味やもんね。そう。みんな違ってみんないい。確かに。バインミー美味しかった。うん。うん、いやバインミー良かった。うん。え？赤くなってきた？あ、本当や。ちょっと、ね、ちょっと赤くなってきた。あ、夜風が気持ちいいので散歩します。夜風が涼しい今日は。なんかゴミが全然落ちてないのって、ああいうところが至る所にあるのせいで。まあそうやね。うん、ゴミ箱いっぱい置いてあるからね。え、めっちゃ綺麗だもんな。うん、あー気持ちいい。かわいい。あの人たちさ、お金入れられて動くわけじゃないんだね。そういうわけじゃないよ。そっち写真を撮りますっていうだけだ。お金入れたら動くと思ってたの。Up to you。 あなた次第。やっていいよ。いいよ、5万ドンくらいあげたらいいよ。わー。超かわいい。かわいい。かわいい。うわ、ダブルダブル。結構冷たくなかった？いや、冷たかった。人間より全然冷たいね。うん、冷たかった。可愛かった。あ、超可愛かった。そんなヘビ好きとは知らんかったよ。カエルも好きだもん。あ、カエルも好きな。あ、爬虫類好きな。そう、爬虫類は爬虫類好きだ。カエル見て可愛いっていう。あ、そうだ。うん、面白かった。あと、面白かったね。あ、面白い。こっちの通りとか歩いたっけ？あっちの通り、そっち行ったら高島屋。あ、高島屋。でもそっち行ったらバインミーじゃなくてパテが遠くなっちゃう。あ、じゃあパテ行く？もうパテ行っちゃおう。うん、そんな量ないけど食べれる。あっち、そうそうそう、パテステーキ食べる。
ょう。cho em một bò kho. bò kho. bò ba tê trứng hai. hai phần bò ba tê trứng. và một bò bò kho. ba phần. và như vậy. trứng có cần làm chín không hay làm đào? ốp la. ốp la. このパンバインミーのパンでしょ、うん、これ美味しいよね。フランスパンじゃない、うん、フランスパンより柔らかいじゃん、うん、さっきのパンでしょ。そうだね、フランスパンほど硬くはないし、ね、うん、これ食べていいの？それつけて食べる、うん、まあ、パンだけで食べてもいいよ。テンション上がってきてる。アルコールでもこのパンだけでも美味しいんだよ。ヘビとアルコールでヘビバカがちょっとヘビ。皮がパリパリでさ、多分ね、豆腐のあたりからおかしくなる。あ、テンション上がってきた。突き抜けて。あ、ちょっといろんなとこ行くの楽しすぎて。そう。うどんね、めっちゃ美味しいじゃんっていうのから、え、豆腐がめっちゃ美味しいってなって。いや、まだ来てないから。答えないって。挟んで食べたら美味しい。でも2つあるから。パンがなくなる。いやいやいや、まだ何も来てないのにパン食いよ。お店の人たちみんな愛想がいい、うん、ちゃんと金づるって思ってくれるところがいい。どういうこと？ちゃんとお客さんって見てくれるところが。あ、そういうことで愛想がいいの。あ、あれ、コーラとモンスターの間ぐらい。へー、うん、スティングって、うん、日本にはないね。うん、見たことないね、日本にはないね。見たことない。来た、うん、うん、これビーフシチュー、はい、うん、こっちがベトナムビーフシチューで、まあ、こっちが、まあ、パテと牛肉と卵。へー、でこの汁にバインミーつけて食べたら美味しい。ここにあのライム塩と金柑があるから、それをこれはあれだね、そこのこの肉とかをこれにちょんちょんとつけて食べたら美味しい。なるほど。はい、取ってください。薬味が効いてる。なんかこの味付け多いよね。ん？この味付けが多い。この味付け、うん、どういう味付け？薬味の。薬味？薬味のさ。ああ、これも五香粉入ってるから、うんうん、だからこの味付けが多い、うん、結構ね、ホーチミンの料理は五香粉使ってる料理が意外に多いから。何その味付け、うん、あ、お肉超うまいよこれ、うん、あ、ごめん、落ちた、うん、こうタレもつけてみて、うん、お肉柔らかい、うん、すごいね。スプーン持ってる？パクチーの匂いする。あ、これパクチーなの？これあれ、あのね、ノコギリコリアンダーっていう、ちょっとノコギリみたいなコリアンダーが切って入ってる、ね、だからあのパクチーの匂いする。パクチーもそんな感じ？コリアンダーか。うん、そうそう、同じ。まあ日本でパクチーって言ったら普通のあの蜜葉みたいなやつだけど、うん、やっぱりダメ。あ、ダメ。あ、そうか、これパクチーの味がするから苦手か。え、こっちのパクチー美味しくない？やっぱりダメだ。あ、そうなんだ。え、じゃあこっち食べる。うん、こっちもパクチー乗ってるけどね、これが日本人が思うパクチー。うん、まあでもコリアンダーもいろいろ種類がある、うん、こちらのノコギリコリアンダー。なんかスープだけだったらいけるけど、うん、こっちダメだよ。緑はダメだ。あ、緑はダメ、うん、じゃあほら こっちそんな味しなかったよ、パクチー。いや、でもスープはね、そんな味しないんだよ。スープはあっさりだと思う、意外に。シチューっていうよりは、そうそう、結構あっさり味。これなんかな、マーガリンじゃないんだけど、でもなんか油なんだよね。何の油かわかんないけど、だからそれ、これとこれをバインミーに塗って食べたら美味しい。そう、これ、うん、ね、これ美味しいよね。うまい、うまい。もうちょっと半分切って開けたりして、そうそう、ピラーって開けて、でそこにこう塗るような形で。これ、そう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 。これうまいよね。うまい。ね、これうまいよね。これなんかな。あ、スパムみたいな。あ、いやいや、パテパテパテ、これパテだよ。これパテで、こっちが何の油か分かんない。これ食べれるんですよ。え、
それで食べれるやろ。いや、そっちもスープだけだったらね、緑入らなければ食べれるんだよ。あ、ね、緑がやっぱりダメだった。あとあのチリソースとか入れたら合うと思う。あ、なるほどね。そう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 、そしたらちょっとまさにバインミーの、それはね、ケチャップ、その大きい方、大きいの、大きいの、うん、結構みんなマヨネーズかけてたよね。マヨネーズかけてたよ、ほんとや、かけてもいいでしょ。そうで、さらにこの汁とかもつけてたら最高、うん、うまい。ここのこれの肉の香りがすごいいい、ね、うまい。何やろね、ちょっとお肉おいしい ね、なんかブラックペッパーの香りがすごいいい。この料理初めて知った。あ、これ、うん、これバイミーチャオっていう。なんか知らない料理多いね。ね、いろいろあるやろまだ。あ、この肉うまいね。ね、この肉うまいやろ。うまいうまいうまい。なんか秘訣知りたい。このなんか鼻に、そうそうそう、香りがいいよね。香りがくる。なんなん香りかなこれ。そうそう。なんやろうね。なんかガーリックっぽくない。あー、ガーリック、うん。ガーリックかな。このやっぱ肉汁がうまい。あのマーガリン焼肉となんか似てる味が。うそ、なんか、あー、あー、お腹いっぱいだろうね。いつの間にパン1個なくなっとった。いつの間にか自分だったスタートダッシュして食いよったんや。びっくり、いろんなもん食った。いろんなもん食べたね。初めて多かった、今日も初めて多かった。多かったね。おー、奥が深いね。野菜全然食べてない。そのもの美味しいね、うん、生酢うまい、うん、あ、でも 生酢だけやったらまださっきの、うん、バインミーの中の生酢の方が美味しかったかな。生酢だけだな。これも美味しいけどね、うん、箸休めにちょうどいいね、うん、上手な出し方するわ、うん、日本のパクチー食いきれんけど、こっちのパクチー食える。あ、そう、うん、うん、日本のパクチーマジで なんか臭みがすごい。あゆみはダメです。あゆみはダメです。とにかくパクチーダメです。ダメです。いけるかなって思った。こっちのパクチーの香り薄いかな。うん、薄い。新鮮でことかった。この椅子、この椅子で繁盛しとったらうまい。テンプリのなんか出来上がってるから。んこの椅子で、うん、もう客が多かったら間違いなく美味しい。すごい。だって観光客じゃなくて地元の人来てるもん。うん、そうだね、酒コースか。お酒も入る。今悪酔いするかも、お腹いっぱいだもん。あゆみ悪酔いする。悪酔いするのはあゆみさんだけやろ。俺ら大丈夫。いや昨日悪酔いしよったけどな。いや昨日テキーラのせい。お腹いっぱい。おっぱい残ってるやん。女の子だもん。ここで女出してくんないよ、いきなり。そこで急に女出してくんない。女の子はいつだってダイエット満腹。ベトナムは刺激がすごいね、やっぱり。楽しいやろ。で、ベトナムはやっぱり歴史を前面に出してくるから、もう景色がすごい歴史を感じる。こんななんか乱雑じゃない。乱雑じゃない。あの韓国ベトナムが。ベトナムが。あ、ベトナムじゃない、台湾。あ、台湾ね。台湾が、そう、歴史と多分今がちゃんと分かれてるんだよね。
こんなに混雑。ああ、そういうことね。混沌としてない。その新しいものと古いものがベトナムは一緒になってるってことでしょ。ね、それわかる、すごい。でも結構人の考え方もそんな感じ。本当すごい多様。いいや、うん。だからやっぱり刺激が強いんだろうね。うん、Hey. 何？手振ってくれた？これシティサイトシーイングバス。おい、ちょうちゃん、運転してんの？18万5000ドン。20万ドン出せばいい。20、20、20。オレンジ色、オレンジ色。全然覚えてないよ。ダメじゃん。ちょぱい、ちょぱい、ちょぱい、ちょぱい。ハイバイ中。ハイバイ中って何？もうハイバーだよ。ああ、ここハイバー中じゃない？いや、ここハイバー中だよ。うん、たまえも。しかも。ああ、いいね。うん、上手。やっといい写真撮れた。おお、上手。いい写真これ。これいいね。ベトナムっぽいよ。色合いも。どれだよ、どこ？渡るよ。渡る？あっちでしょ？日本のもあるよ。ね、結構日本製品もあるよ。すごい。結構あるよ、やっぱ化粧品は外国のものが多いね。ああ、そっか。面白い。面白い。え、日本と韓国製品ばっかりなのに面白い。あ、でもそれだけじゃないんですよ。いけ。やっぱ多いね、人気なんだろうね。うん、韓国製品多いよ。ベトナムの製品はどれなの？ベトナムの化粧品は見たことない。ないの？うん、あ、そう。店員さんがノリノリで歌ってなかった。ベトナムの化粧品ってどれの？ここら辺？ほら、因為我在講話，沒反過越南貨。ないんだ。ない。ないね。じゃあもう韓国とか日本のやつばっかし。そうそう。ああ、で、あ、スキンケア商品ならベトナムのものもあるけど、もうメイクアップ系はベトナムないんだって。そうなんだ。これめっちゃ古い曲流れてない？これスーパージュニアかなんかやろ。ね。懐かしい。パック買ったんやろ？パックパック欲しい。100円ぐらいだったらいいかな。やっぱり毎日のお土産？あ、自分？毎日の努力がつながるわけ。毎日の努力がつながる。明日の自分に。なるほど。あゆみさん、美白屋からおすすめ教えてください。もう間違いないのはメディヒールだよ。メディヒール？韓国。あ、そうだ、韓国化粧品。ここら辺どこのやつなんだろうね。このノリはスーパージュニアね。何やろ。この曲俺多分知らんけど、なんかノリでわかる。うん、ね。あ、たったかたったかたったか。この黒いやついいよ。高え。800円くらいする。あ、400円。400円。1枚400円。うん、高い。これ日本で買うより高いよ。今円安ですから。タッタガタッタタッタラララタンタタ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 。全然つながりが違うね。あ、そう、ね、やっぱ化粧品に興味ある人からしたら面白いよね。俺全部同じに見えても分からん。化粧品少ない。うん、なんか自然なのかな。タッタガ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 タッタタッタラララ。おんぶって言い出した、このおんぶって、うん、アラフォーの人が、アラフォー、アラフォー、甘いもの、甘いものアラフォーが、うがすて山に捨てられるのかもしれない。アラフォーがおんぶって言い出した。アラフォーがおんぶって、うん、このババアは捨てに行くっていう。このババアよし、よくやった、よくやった、よかった、グッボーイ。あ、まあでも今日月曜だからまあ空いてるね。これ週末やったらもっと混んでる。ミュージックバーみたいな感じ。今
今から行くバーはまだ2022年去年にできたばっかの新しいルーフトップバーなんや、うん、この辺なんだけどな。深海、深海どこだろう。やばい、ちょいほい、帰ないよ、どうに。あ、oh, here. Over there. Thank you so much. 綺麗な人しかいないけど。そんな雰囲気やね。あれ、ここでちょっと待って。なんかもう、超高級感出てるね。ね。Can I check your bags? Because no camera to go up and no food and drink. Ah, yeah, okay. Yes, and camera, camera. When you run up, you...OK、はい、行こうとしてたバーは動画撮影禁止ってことで違うところに行くことにしました。残念残念まあでもね、動画撮れないと皆さんに見せれないからね。残念残念、しょうがない。よっぽど VIP なんよ。 VIP なバーなんよね、きっとね。しんちゃん、カモメが飛んだ。いつでも二人はシンデレラハネムーンみたいな感じ。初めて、初めてあげてくれた。ありがとう。かわいいよ。おだいこんばんは。どうも。あんこびえっとも。ああ。ああ。ああ、若干違う。若干違う。あれ？あ、ABCD 多分。若干だったらまだ若干だから、うん、そこの横の横だ。横の横か。うん。あた、あれだ。サービスアパートメントって書いてあったよね。サービスアパートメントの一番上にバーがある。へえ。きつ。ここ？いやいい。ハロー、バンゴーや。ね。綺麗なり。写真で見たより景色いいね。めちゃくちゃいいやん。いいね。これはチルチルだね。チルだね。うん。ああ、すごい気持ちいいね。ここいいね。ここいいよ。いや、さっきのところよりここの方が良かったかも、ほんま。いや、ここいいよ。めっちゃいいじゃん。はい。もう、はい、ば、もう、はい、ば、よー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 。いいね、DC チル。いいね、ここいい。いや、ここいいよ。ホーチミンが一望できる。めっちゃいい。ホーチミンって感じ？うん。いいとこ来たね。うん、いいとこ来た。さっきのところ入ってたらここ来なかったもんね。うん、そう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 。釣られた感じ。あ、いいね。お、ロマンチック、ロマンチック。いやー、ふみもこっち来たいでしょ。入ってよ。来たいでしょ、ふみ。ちょっと寂しいでしょ、一人で。もうさ、すごい綺麗だね、向こうの道路まで、キラキラしてる。星、うん、星は見えない。一個だけ見えるけどね。でもイルミネーションみたい。うん、綺麗。カズキ最高やろ。ナイスチョイスやろ。ナイスチョイスやろ。いいね、いいね、ほんといい。カップルできたらいいよね。そうだね、うん、スパ高え。でもここ誰と来ても楽しめるよ、この夜景、うん、カズキとルーフトップ来たの初めてかもしれない。いつもね、路地のところやたまにはちょっとイメチャーセットで、いつも路地の中ばっか入ってると思ってるから思われるから、だからちょっとたまにはあの夜空の下にね、星空の下に、ね、そうそうそう、今日来てみたい。たまにはいいね。ね、ホーチミンのいい思い出ができた。今から待ってるね。今からベトナム来てみゆき、待ってる、ホーチミンで待ってる。じゃあ次は来年の3月ぐらいに来てね。涼しいね。美味しかったね。美味しかった。ね、楽しかった。
ここいいね、うん、でも絶対気づかんね。気づかん紹介してもらわんと、うん